BTS の Love Yourself Sia がビルボード200で初登場1位を獲得。これにより BTS はチャート史上初めてアルバムで首位を獲得した K-POP アーティストとなり、外国語のアルバムによる首位獲得は12年ぶりの快挙となった。アルバム、Love Yourself, Sia がビルボード200で初登場1位となった BTS は、アメリカのチャート史上初のアルバムチャートで首位を獲得した K-POP アーティストとなった。リリースから1週間の総売上は13万5千ユニット、うち CD などの不意地。カルコピーが10万枚で、BTS は公式にアメリカを征服したと言える。現時点で、Love Yourself, Sia は BTS の前作、Love Be Yourself, Her のチャート順位もセールスも上回っている。ビルボードによると前作は2017年10月に初登場7位だった。彼らの Love Yourself シリーズのこの2枚がビルボード200のトップ10圏内に食い込んだ初の K-POP 作品である。また、歌詞のほとんどが韓国語の Love Yourself, Sia は英語以外の言語。の作品では、ビルボード200で12年ぶりに首位を獲得したアルバムとビルボードが報じた。ビルボード200のトップ10に初登場した他作品には、リルベイビーの、Harder Than Ever がある。これは初登場3位で、ほとんどがストリーミング配信によるもので、ストリーミング再生のアルバム換算で7万1000枚のセールスとなる。また、ファイブフィンガーデスパンチの And Justice for None は初登場4位、カナダ人ラッパーナフのレックレスが8位に駒を進めた。一方、3週間首位を独占してきたポストマローンの Beer Bongs and Them トレーズは2位に後退して BTS に首位を明け渡した形となった。さらに、カーディ・フィーのインベージョン・オブ・プライバシーは5位に急上昇し、映画グレーテスト・ショーマンのサウンドトラックが6位、J.Coの KOD は一つ後退して7位、ブラックパンサーズアルバムが9位、プレイボーイカルテイのダイリットが10位という結果だった。しかし、BTS による史上初のビルボード200での第1位は7日転嫁になりそうだ。ショーン・メンデスのセルフタイトル LP が来週初登場1位になる勢いで、そこにプッシュ T のデイト、オナとエイサップ・ロッキーのテスティングが加わり、現在三つどもえで首位レースを展開している。本記事は、ローリングストーン・ジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。